皆さんこんにちは、ビーレジェンドスベラです。今年もね、この季節がやってまいりました。ビーレジェンドホットプロテインですね、クラムチャウダー風味ですね。こちらのね、レビューをやっていきたいと思います。毎年ね、寒くなってきたらあったかいね、ホットプロテインを飲みたくなってくるのではないでしょうか。昨年もね、こちらクラムチャウダーすごくね大人気でして、今年もね数量限定での登場となります。貝の旨味が効いた濃厚な味わいって書いております。まあ、早速ね、どんな味なのかレビューしていきたいと思います。こちらのね、ホットプロテインをご購入いただきますと、通常大スプーンがね、ついてくるんですけれど、ホットプロテインに関しましては、こちらのね、白い中スプーンですね。こちらがね、一緒に付属してきます。で、こちらのね、スプーンにすり切って4杯を目安に入れていくっていう形になりますんで、ここだけね、ご注意して飲んでいただければと思います。早速ちょっと開封して中を見ていきましょう。魚介のね、非常にいい匂いが漂いますね。何に近いかって言われたら、あれですね、シチューみたいないい香りですね。パウダーはね、こんな感じですね。色見えますか？通常のね、ホエープロテインの色とあんまり変わらないような色になってます。パンにつけて食べたくなるような食欲をそそる香りになってます。はい、付属されてくるこちら中スプーンに、すり切って4杯。すり切って4杯こちらに入れていきます。通常でしたらね、シェーカーで飲んでいただいているんですけど、ホットプロテインに関しましては注ぐものがね、お湯になりますんで、シェーカーではなくてマグカップなんか耐熱のね、ものにね、注いでいきますんで、こういったコップご用意ください。で、こちらのね、コップにすり切って4杯入れていきます。こちらに入れていただいてから120ミリから150ミリのお湯を注いで、ゆっくりとよくかき混ぜてくださいことなん でちょっとこちらにね、お湯150ミリですね、入れてきてますんで入れていきたいと思います。はい、お湯を150ミリ注ぎます。あとはもう簡単ですね、こういった、ね、スプーンでゆっくりとかき混ぜてあげてください。あ、非常にね、いい香りですね。綺麗に溶けましたね。まあ、スプーンでね、本当に優しくかき混ぜたんですけど、しっかりとやっぱり綺麗に溶けましたね。で、溶かすとね、クラムチャウダーの香りですよね。チーズであったり、あの海鮮ですかね、アサリとかのね、非常にね、いい香りが部屋を充満してます。それではこのままね、飲ませていただきます。いただきます。あ、もうものすごくクリーミーですね。おいしい。本当にあのプロテインっていう感じではなくて、スープっていう感じですね。これでちょっと本当にタンパク質が取れてるとかどうかって不安になるぐらいスープですね。これからね、どんどん寒くなっていくと思うんですけど、朝とかね、冷たいプロテインを飲むのがね、ちょっと億劫だなって感じる方もね、中にはおられるかと思います。まあ、そういった時にね、朝起きてこういうね、あったかいスープのね、プロテイン飲んでいただければ、こう体もね、受け付けやすいんじゃないかと思います。で、僕自身結構朝とかね、時間なくて食パンとかをね、食べる習慣あるんですけれども、食パンに一品こういうね、クラムチャウダーのホットプロテインつけていただくだけでね、タンパク質もね、しっかり補えるんでね、非常にいいんではないでしょうか。美味しいです。ごちそうさまでした。非常に美味しいですね。ちょっとね、寒いんでやっぱりあったかいものがね、すごく染みますね。で、こちらのね、ホットプロテインと飲んでいただく上で2点注意点があります。まず1つ目、シェーカーの方にお湯を入れて、パウダーを入れてシェーカーでシェイクして飲まないでください。シェーカーがね、膨張してこう爆発してしまう恐れがあります。で、お湯もね、非常に熱いものになっているんで、あの爆発してしまうとね、ちょっとやけどとかのね、恐れがあります。こちらね、ご注意ください。2点目ですけれども、こちらね、水でパウダー入れていただいて、電子レンジをね、かけないようにお願いいたします。できればね、もうお湯をね、注いでいただいて、でパウダー入れてゆっくりとかき混ぜて
あげてください。それではね、こちらクラムチャウダー風味の味をね、星5段階で評価していきたいと思います。甘み、酸味、すっきりに関しまして星0となっております。クリーミーに関しまして星5つとなっております。本物のねクラムチャウダーじゃないかと思うぐらいね、非常にね濃厚なねクラムチャウダーで、チーズであったりアサリとかのね海鮮のね風味もねしっかりと感じることができました。星5つとさせていただきます。甘み星0、酸味も0、すっきり0、クリーミーが星5となります。ぜひね商品購入のね参考にしてください。それでは最後にこちらですね、栄養成分表示ですね。1食ですね 31g あたりエネルギーが 122kcal、 タンパク質が 20.2g、 脂質が 2.2g、 炭水化物が 5.2g、 食塩相当量が 1.4g となります。もうこれからねどんどんね寒くなってくる季節になってきます。まあ、そんな時にね寝起きであったり間食のタイミングでもいいと思います。ぜひね温かいプロテインで心もね温まってみてはいかがでしょうか。染田おすすめはカリカリに焼いた食パンとクラムチャウダーを一緒に食べる、非常にこの組み合わせが美味しいです。ぜひねお試しください。で今回も本当に、ね、数量限定となっておりますんで、毎回ね非常に早期完売しております。ぜひねお早めに購入していただければと思います。商品詳細につきましては動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますんで、ぜひそちらからね商品ページに飛んでご確認ください。それではね次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。